こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は準師範の審査の日です。個人レッスンで丁寧に動作をチェックしてきた方です。どうぞ最後までご覧ください。
最初の頃のひょろひょろとしたなんかフラフラした風で飛ばされてしまうようなあの島ちゃんの思えないぐらいなんていうか、ここやっぱりコロナだったりいろんなことで体調を崩したり辛い時期をあの過ごして、ほら手術したりね、本当にいろんな2年間のなんか乗り越えてこうまさになんか羽ばたこうとしている。そんなあの感じをしました。とても良かった。そして今もう広いになってから教室も始めてね、たまたまあの友達のところで、それも非常に彼女の学びにつながっていて、すごくあっという間にっていうか、あの頑張ってもう重視班ができました。あとまたこの5年がね、長いような短いような。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。